さて皆さんこんにちは、ドイちゃんです。今回の動画はですね、自転車、サイクリングにまつわるなんか特殊な言語、自転車業界でしか精通しない通用しない、自転車用語についてですね、今回の動画で皆さんに紹介していこうと思います。それでは見ていきましょう。 Let's break away。 まず一つ目、最初はですね、レースにまつわる、レースにね関係する話なんですけど、まず一つ目はニュートラルゾーンっていうね、言葉、自転車ロードレース、サイクリロードレースを見たことがある方であれば、最初ニュートラルゾーンって何なんだろう、なんかスタートしてるんだけど全然選手たちがレース始めないんだけどというね、そういうなんか謎のねゾーンがあったと思うんですよ。わからない方は特に謎だと思った人がね多いのかなと思うんですが、こちらね、さまざまなレースがあって、ニュートラルゾーンの距離もレースによって全然違ったりするんですが、市街地をねスタートすることが多いロードレースは、最初ね、その街をスタートして直後、街中をねいきなり用意どんでスタートしてしまうと、危険が潜んでたりとか、選手が危険な目に遭ってしまわないかということで、主催者側がですねニュートラルゾーンというのを設けて、ある程度安全を確保して、街を抜けてですね安全を確保できた状態になったら初めてスタートという形になります。それがですねニュートラルゾーンを設ける一つの理由、そして二つ目の理由としては、その街に大きなレースが来た時に、このレースがこの街でやって、でレースの映像がですね全世界に配信されたりとか、いろんなシチュエーションがあると思うんですけど、そういった時に街のですねシンボルであったりとか、観光地名産とか、そういうのをですね少しでもテレビを通してゆっくりですね視聴者の皆さんに見ていただくということもですね、これニュートラルゾーンを設ける2つ目のね理由としてあると思っております。これはですねやはり自転車レースというのは景色を楽しんでいただきながら、選手たちの競争を見るっていうのが一つのね醍醐味だと思いますので、そういったところもですね地元の観光を、産業とかを発展させるためにもこのニュートラルゾーンというのは大いに活躍しているということで、こちらがニュートラルゾーンということになっております。ニュートラルゾーンは基本的にレースはやりませんので、最終的にコミッセールカーのチーフコミッセール、審判長の方がですね旗を振った時に初めてレースがスタートという形になりますので、その辺ね今後ロードレースをご覧いただく予定がある方はぜひ覚えておいてください。2つ目はですねアクチュアルスタート。レースの映像を見てると、さあアクチュアルスタートが切られましたという形で GCN プラス、そして他の番組でもですねアナウンスされることって結構あって、アクチュアルスタートって何ぞやというふうに思う方がいると思います。最初にですねニュートラルゾーンのところである程度こう話をしたと思うんですが、街中を走ってですね地元の人、スタート地点に住んでる方々に自転車ロードレースの魅力をですね存分に楽しんでいただこうということで、ニュートラルゾーンを設けて、そしてもう一つはですね安全確保できてない状態でスタートができないということで、ニュートラルゾーンというね走行区間が設けられているわけなんですが、そういった区間が終わる場所、街中を越えて安全が確保できて、じゃあさあそろそろスタートできますねと、レーススタートできますねっていうポイントが、この2つ目に紹介するアクチュアルスタートという言葉になります。こちらもですねぜひ今後ですねサイクルロードレースをご覧いただく予定がある方は覚えておいてください。3つ目はですね、フィーリングゾーン。読んで字のごとくなんですが、フィーリングゾーンってね自転車のレースを走ってると必ずですね250キロとか200キロとかずっとノンストップで何も食べずに何も飲まずに走ることは残念ながらできません。でレースはですね大体200キロから250キロと、150キロとかのレースもねステージレースになればあると思うんですけど、中間ポイントに必ずフィーディングゾーンという場所が設けられております。そちらで、補給食を受け取ったり飲料水を受け取ったり、または寒い時なんかはレインジャケット、
受け取ったり、手袋を受け取ったり、スペアシューズに履き替えたり、まあ様々なことが行える場所、これがですね、フィーディングゾーンと呼ばれる、まあ車のレースでいうピットですね。はい。もちろんレースが走ってる最中にも集団の後ろにチームカーと呼ばれる移動ピットがあります。その中には替えのサングラス、替えのシューズ、そしてレッグウォーマー、アームウォーマー、レインジャケット、替えのヘルメット、さまざまな交換パーツ、まあ、交換できるものがですね、車載されておりまして、何かトラブルがあった時にすぐ交換できるようになっております。もちろんスペアバイクもね、車の屋根の上にね全て乗っているわけなんですが、まずはですね、このフィーディングゾーンと呼ばれる場所が何なのかというところでね、今回説明させていただきます。なので、今後ですねレースを見てる、まあ、日本でね現地で生で観戦するときに、ここはフィーディングゾーンですよ、そんなこと言われたときに、あ、ここは選手たちが補給食を受け取るところなんだなという形でご理解いただければいいかなと。次、4つ目、アシスト。アシストってなんやってね、アシストってまあ読んで字のごとくなんですが、これはまあ助っ人みたいな、助ける人っていうことですね。まあ、レースを走ってるとどうしても一人でレースで勝つことはですねやはり難しいです。その中で何が必要になってくるか、風よけになってくれる人、ボトルを運んでくれる人、補給食を運んでくれる人、一番厳しくなった時に、まあ、先頭を引いてペースを保ってくれる人、まあ、様々います。いらなくなった服を車まで戻してくれる人、そういったことをする人のことがですね、まあ、役割名として、アシストというね役職がついております。僕もねどっちかというとアシストっていうね役職をいただいておりました。なのでレース中ですね、例えばエースツールドフランス黄色いジャージを着てる選手の前にたくさんのチームメイトがいると思いますが、あれはですね全員アシストでございます。黄色いジャージを着てるエースを助ける人たちということで、そういった人たちのことをアシストと呼びますので、ぜひですね今後レースを見るときにそんなアシストの動き働きをですね見ていただき、感動して泣いていただければいいかなというふうに思いますので、ぜひ覚えておいてください。5つ目はですね、リードアウト。リードアウト、なんかちょっとかっこよさそうだなという感じで思う方がいると思うんですが、こちらはですね、さまざまなレースで、スプリンターズレースとか、あとはスプリンターステージとかね、そういったことを、まあ、言ったりするんですけど、スプリンターステージというのは、まあ、瞬発力がある選手、体が大きくて瞬発力がある選手が勝負できるステージ、またはですね、勝負できるレースのことをですね、そういった形で言ったりするんですが、そういった選手をですね、助ける立場の人たちが、その選手をトップスピードに持って、風よけになりながらトップスピードに持っていって、ラスト200メートルぐらいで解き放つ、そういった役割を担っている選手がリードアウトと、リードアウトマンとかね言ったりしますね。リードしながらアウトしていくと、まあ、本当に読んで字のごとくなんですが、スプリンターレースで特にハイスピードに持っていく選手、一番最後、まあ、最初の方ね、ラスト5キロ10キロぐらいから、まあ、スピードを乗せながら位置をね、あのエースがちゃんとその最後勝負できるように位置を確保しながら安全を保ってラスト200メートルまで連れてくアシストがいて、でそのアシストが頑張った後にですね、ラスト200メートルまで最高出力、まあ、最高速までスピードを持っていって解き放つ役割、まあ、解き放つタイミングがリードアウト、そしてその役割を担う選手がリードアウトマンという形で呼びますので、ぜひですねハイスピードなアクロバティックなですねレースが好きな方はですね、ぜひですねこのワード覚えておくことをお勧めさせていただきます。さてここからはですね、まあ、レースもですねいろいろ本当に全世界でもう本当に何百レースやってるわけで、おそらく皆さんも聞いたことあるけどもよく耳にする言葉であろうということをですね、今後バババッと紹介していきます。五大モニュメント、五大モニュメントって何でしょうかと、これはですね、まあ、あの歴史が深い昔からあるあのクラシックレース、要はもう
まあ、もちろんそうですね、50年以上100年未満のレースもあるんですけど、100年以上続いてるレースもあったりとか、まあ、様々あるんですが、そういった歴史の深いレース、まあ、最も歴史の深いレースのクラシックレース、ワールドカップのことをですね、5大モニュメントと呼びます。ミラノサンレモ、これは、世界で最長距離を誇るクラシックレース。そして、パリルーベ、これはフランスで行われている石畳の最もハードであるフラットなんですね、レース。そしてツールドフランドル、これは、ベルギーのですね、フランダース地方で行われている結構なアップダウンを含む石畳のクラシックレース、そしてリエージュ・バストーニュ・リエージュ、こちらは、まあ、アルデンヌ地方って言ったんですかね、ワロンヌ地方とアルデンヌ地方の中間ぐらいで行われている、こちらもですね、クライマー系の選手が活躍する、まあ、最古のクラシックと言われているレース。ちなみに僕もこのレースは3回走っております。そして最後に言うのがイル・ロンバルディア、これは落ち葉のクラシックと呼ばれていて、ロンバルディア地方で行われている年間シーズンの最後に行われるクラシックレースとして有名でございます。このレースをですね、ひっくるめて5大モニュメントと呼ばれる、このレースで勝てばもう一生選手として暮らしていけると、選手を辞めても暮らしていけるというぐらい格式の高いレースとなっておりますので、5大モニュメントで優勝した選手をですね、もし見たらですね、あ、この選手はすごい選手なんだなという形で認識していただければいいかなと思いますので、ぜひですね、この5大モニュメント覚えておいてください。こちら最後になります。世界三大ツール、世界三大ツール、なんだそれっていうね感じで、知らない人は本当に知らないと思いますんで、知っている人もね、もちろんいると思うんですが、こちらまずおそらく誰しもが知っているツールドフランス、これ知ってますよね。これも世界三大ツールの一つです。でもう一つがジロデイタリア、先日 GCN プラスでも放送ありましたけども、こちらのレースが二つ目の世界三大ツール。そして最後がスペインで行われているブエルタ・エスパーニャ、これがですね、合わせて世界三大ツールと呼ばれているレースで、全てのレースがですね、3週間に及び開催されております。全走行距離は年によってね、まちまちなんですが、だいたい3500キロ前後を走行して、山岳ステージもあればフラットステージもあって、タイムトライアルもあって、時にはチーム TT もあって、チームタイムトライアル、全選手、チームの全選手が一緒に力を合わせて走るチームタイムトライアルがあったりとか、ものすごくですね、ドラマ性の高い、感動あふれるレースとなっているこの世界三大ツールになっていますが、もちろんね、見たことない方もいらっしゃると思うんで、この辺はですね、先日行われたジロデイタリア GCN プラスでご覧いただくのもいいと思いますし、今後ですね、ツールドフランス、そしてベルタスパニア、他のですね、放送局で、放映される予定ありますので、そちらを見ていただきながら、あ、ドイちゃん言ってたなと、世界三大ツールって言ってたなと、あ、このレース3週間回してすごく過酷でドラマ性のレースなんだなということで覚えて、おいていただければですね、いざそういったレースがやってきた時に、疑問抱かなくてね済むかなと思いますので、ぜひですね、この世界三大ツール覚えておいてください。ちなみに僕はですね、僕の話、自慢話ばっかりして申し訳ないんですが、おかげさまで世界三大ツールブエルタ・エスパーニャの方を2回ほど、走らせていただき、2回ともですね、皆さんの応援があってですね、完走させていただいております。ということで、自転車にまつわる不思議な言葉、皆さんに紹介させていただきます。さて皆さん、いかがだったでしょうか。今回はですね、自転車業界にまつわる、潜んでいる不思議なワード、こちらをですね、まず、パート1として、ナンバーワン、シリーズ1として皆さんに、お話しさせていただきました。ぜひですね、これコメント欄でもし、あ、この言葉なんかよくわかんないんだよねとか、自転車のレースに限らず、いろんな言葉あると思います。例えばステムとかサドルとかクランクとか、
ディレイラーとかね、ようわからんね言葉はたくさんあると思いますんで、そういった言葉がね、もし皆さんの中で疑問があればですね、コメント欄に残していただき、次のシリーズ2でね、皆さんに、レクチャー教えていければと思いますので、ぜひですねコメントお願いいたします。ということで今回の動画、参考になったと思っていただけたら、ぜひともグッドボタン、そして GCN ジャパンのチャンネル登録お願いいたします。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。